楽天証券山崎はじめです。今期の一株利益はともに100円で、まあ、プラスの 2% で利益が成長し続ける A 社と、それからマイナス 2% で利益が縮小していく、まあ、B 社と、まあ、割引率 6% の下で理論株価を計算すると、A 社が2500円、B 社が1250円になります。それでは、まあ、この株価がついているときに、果たして A 社に投資するのがいいのか、B 社に投資するのがいいのか、まあ、これはもしかすると好みで、判断が分かれるかもしれないんですが、金融論的には正解があります。まあ、両方に分散投資したらいいということですね。まあ、期待リターンは 6% に保たれていて、しかしリスクは下げることができるからということになります。まあ、その高成長な A 社、それから低成長な B 社、まあ、例えば、米国株と日本株というふうに考えてみると応用になるかもしれません。